オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は7月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは7月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。日本人妻による子供の連れ去り、フランスで非難の声。フランス人の夫らがマクロン大統領に直訴。6月26日水曜日、 G20 大阪サミットに出席するため来日していたマクロン大統領は、フランス国内で非難の声が高まる日本人妻による子供の連れ去りについて、当事者であるフランス人の元夫らと東京で面談し、フランス人の父親が日本人の配偶者と離婚する際の困難と彼らが直面する苦悩を知っていると元夫らの立場を支持する考えを明らかにしました。パリの星付きレストランで高級ワイン盗難、被害額はおよそ7290万円。7月1日月曜日、パリの17区にある高級レストランメゾンロスタンの地下にあるワイン貯蔵庫から150本以上の高級ワインが盗難に遭いました。被害額は推定40万から60万ユーロ、およそ4860万から7290万円に上るとみられています。フランス人の運転マナー悪化、運転中のスマホや車間距離を守らず。7月8月の夏のバカンスシーズンを前に、フランス北東部の高速道路運営会社サネフ社が発表した高速道路の運転マナー調査結果によると、今年に入ってフランス人の運転マナーが悪化しているようです。フランス国鉄、駅の窓口削減で最大2時間待ちの行列。7月5日金曜日、夏のバカンス客で混雑し始めたフランス国鉄の駅ですが、業務効率化による窓口削減で待ち時間が最大で2時間となっています。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は日本人妻による子供の連れ去り、フランスで非難の声、フランス人の夫らがマクロン大統領に直訴です。6月26日水曜日、 G20 大阪サミットに出席するため来日していたマクロン大統領は、フランス国内で非難の声が高まる日本人妻による子供の連れ去りについて、当事者であるフランス人の元夫らと東京で面談し、フランス人の父親が日本人の配偶者と離婚する際の困難と彼らが直面する苦悩を知っていると元夫らの立場を支持する考えを明らかにしました。国際結婚をした日仏、またはその他の国のカップルが離婚した際、
日本人、主に日本人の元妻が子供を連れて日本へ帰国すること、もしくはもともと日本在住であっても子供を連れて元夫や妻の元から離れて子供を会わせないようにしていることを、フランスでは連れ去り、誘拐と表現されて、フランス国内で激しい非難の声が上がっています。今年の3月21日フランスで放送されたドキュメンタリー、日本、誘拐された子供たちは、フランスに大きな衝撃を与えました。番組が放送された直後からツイッター上には、日本はあらゆる差別を擁護する国の一つだ、日本では日本人の母親が外国人の父親から子供を誘拐することは違法ではない、見ていられない、心が壊れてしまいそうと、日本を厳しく非難する声や、信じられないといった声が上がりました。番組はエマニュエル・ド・フルナスさんとステファン・ランベールさん2人のフランス人男性に密着しています。エマニュエルさんは3年近く会っていない娘に会うために元妻のところへ行き、娘に話しかけますが、子供が怖がっている、どこかへ行ってと面会を拒否されます。警察が到着し、元妻は離婚後娘には近寄らないように契約を結んだと主張し、エマニュエルさんはフランスの裁判所が発行した2週間に1度とバカンスの半分は娘に会う権利があることが書かれた書類を提示しますが、元妻にはそれはフランスの話でここは日本だと言われます。またステファンさんは離婚の際に月に4時間息子と面会する権利を得ていますが、元妻側はこれを一切拒否し、ステファンさんは会うことができない状態が続いています。番組では2010年以降2名のフランス人男性が子供と会えないことを苦に自殺していると説明しています。日本では離婚の際、片方の親が親権を持つ単独親権が採用されていて、多くの場合母親に親権が渡ります。一方フランスをはじめとするヨーロッパやアメリカでは、離婚後も両親が共に親権を有する共同親権が一般的です。子供が親に会う権利が優先されていて、子供は双方の親が責任を持つとの考えから、離婚した後であっても子供は両親のもとを互いに行き来することができます。共同親権を認めているヨーロッパ諸国では、片方の親が一方的に子供を連れ出し、もう片方の親が子供に会えない状態は誘拐であるとの考え方が一般的です。たとえ婚姻の状態での一時的な帰国であっても、相手の同意を得てない場合や同意が確認できない場合には拉致とみなされ、犯罪として処罰の対象となる場合があります。国際司法の統一を目的としたオランダのハーグに本部を置く国際機関ハーグ国際司法会議は、世界的に増加した国際結婚を背景に、片方の親による子どもの連れ去りなどの問題を解決するため、1980年10月に国際的なこのダッシュの民事上の側面に関する条約を締結しました。これをハーグ条約と呼びます。2019年5月の時点でハーグ条約を締結している国は100カ国に上り、日本も含まれています。ハーグ条約では子どもの幸せ、権利が第一に考えられていて、片方の親による一方的な連れ去りによってもう片方の親や親族、友人との交流が断たれ、異なる言語や文化などの急激な環境の変化などによる悪影響から子どもを守るために、原則として元の居住国に速やかに返還する枠組みや、国境を越えて親子が面会できる仕組みなどが定められています。今回のエマニュエルさんやステファンさんの件は、フランスから日本へ子供を連れ去ったわけではなく、
単独親権である日本国内で起こっているため、フランスメディアは合法的な誘拐と報じています。ハーグ条約はあくまでも国をまたいだ国際的な連れ去り行為に対して定められた条約のため、日本国内の法律が優先されています。G20 大阪サミットのために来日していたマクロン大統領は、日本在住のフランス人会代表と面会をした際、ステファンさんたちとも面会をし、フランス人の父親が日本人の配偶者と離婚する際の困難と彼らが直面する苦悩を知っている、我々は彼らのそばにいてこの問題と戦い続けるだろうと元夫らの立場に寄り添う発言をしました。こうした動きと高まる国際的な批判を受け、5月9日法務省は共同親権導入の可否を問う検討段階に入ることを発表しました。今回は大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 Enlèvement d'enfant par une épouse japonaise de grande critique en France et les ex-maris font appel au président Macron. Le mercredi 26 juin, le président Emmanuel Macron, venu au Japon pour participer au sommet du G20 à Osaka, s'est entretenu avec les pères français concernés par ce problème critiqué de confiscation d'enfants par leur ex-épouse japonaise. Il s'est exprimé ainsi. Je sais les difficultés des pères français séparés de leur conjointe japonaise et la souffrance qu'ils vivent, et a déclaré qu'il les soutenait. Le fait, en cas de divorce d'un couple franco-japonais ou un autre pays, que le conjoint japonais, principalement des femmes, rentre au Japon ou s'éloigne de son ex-mari avec ses enfants, tout en faisant en sorte que l'ex-mari ne puisse pas revoir ses enfants, est sévèrement critiqué en France, et les mots confiscation et enlèvement sont largement utilisés. Le documentaire diffusé le 21 mars dernier sur les chaînes de télévision françaises, intitulé « Japon, les enfants kidnappés » a bouleversé la France. Tout de suite, après la diffusion, des critiques très sévères se sont enchaînées sur Twitter, comme « Le Japon est un pays qui prône les discriminations. Au Japon, il n'est pas illégal pour les mamans d'enlever leurs enfants à leur papa étranger. Je ne peux pas voir ça, ça me brise le cœur. »
Le documentaire est étroitement lié à deux Français, Emmanuel de Fournas et Stéphane Lambert. Emmanuel se rend chez son ex-femme pour parler à sa fille, qu'il n'a pas vue depuis près de 3 ans. Mais son ex-femme refuse en lui disant que sa fille a peur de lui et lui demande de s'en aller. Elle a appelé la police et, à leur arrivée, elle leur a affirmé qu'elle a fait un contrat post-divorce pour que le père ne puisse pas s'approcher de sa fille. Il a alors montré un document fait dans un tribunal français stipulant qu'il a le droit de voir sa fille une fois toutes les 2 semaines et pendant la moitié des vacances. Mais son ex-femme lui a rétorqué « Ça, c'est en France. Ici, c'est le Japon. » De plus, Stéphane a le droit de rencontrer son fils 4 heures par mois depuis le divorce, mais l'ex-femme refuse de le faire et Stéphane ne peut toujours pas voir son fils. Le programme explique que, depuis 2010, 2 Français ne pouvant pas voir leurs enfants se sont suicidés. Au Japon, au divorce, une garde unique est adoptée dans laquelle un seul parent a la garde et, dans de nombreux cas, la garde est confiée à la mère. En revanche, en Europe et aux États-Unis, y compris en France, la garde est partagée. Il est courant que les 2 parents aient la garde. La priorité est donnée au droit des enfants de rencontrer leurs parents. Ainsi, même après le divorce, les enfants peuvent aller et venir entre les résidences des 2 parents. Dans les pays européens qui autorisent la garde conjointe, le fait de partir avec son enfant et de laisser l'ex-conjoint dans l'impossibilité de voir son enfant est considéré comme un enlèvement. Même pendant que le couple est marié, si le conjoint ne rentre que temporairement dans son pays, sans le consentement de l'autre partie, ou s'il ne peut pas le confirmer, cela est considéré comme un enlèvement et peut être puni par la loi en tant que crime. La conférence de la Haye de droit international privé, HCCH, organisation internationale dont le siège est situé à La Haye, aux Pays-Bas, et qui vise à unifier le droit international privé,
est l'une des raisons pour lesquelles le nombre de mariages internationaux a augmenté dans le monde. En octobre 1980, une convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a été signée afin de résoudre le problème de l'enlèvement des enfants par les parents. C'est ce que l'on appelle la Convention de la Haye. En mai 2019, 100 pays ont signé la Convention de la Haye, dont le Japon. Selon la Convention de la Haye, le bonheur et les droits des enfants sont considérés en premier lieu. En règle générale, elle prévoit un cadre permettant de retourner rapidement dans le pays de résidence d'origine et permettant aux parents et aux enfants de se rencontrer par-delà les frontières afin de protéger les enfants des effets néfastes des changements brusques tels que l'enlèvement par l'un des deux parents, la rupture de communication avec l'autre parent ou la famille et les amis, et une culture différente avec une langue différente. Dans le cas de l'affaire d'Emmanuel et de Stéphane, l'enfant n'ayant pas été emmené de France au Japon, cela s'étant passé à l'intérieur du Japon où la garde est exclusive, les médias français ont rapporté qu'il s'agissait d'un enlèvement légal. La Convention de la Haye étant un traité international blâmant les enlèvements d'un pays à l'autre, dans ce cas, c'est la loi japonaise qui prime. Le président Macron, en visite au Japon à l'occasion du sommet du G20 à Osaka, a rencontré Stéphane et les autres lors de sa rencontre avec un représentant de l'association française au Japon et a prononcé les mots suivants pour soutenir les anciens maris. Je sais les difficultés des pères français séparés de leur conjointe japonaise et la souffrance qu'ils vivent. Nous sommes de leur côté et continuerons à lutter contre ce problème. En réponse à ces mouvements et aux critiques internationales croissantes, le ministère de la Justice a annoncé le 9 mai qu'il serait sur le point d'envisager la possibilité d'introduire la garde partagée. セバスチャン先生、ありがとうございました。子供が最も幸せになれる方法はどちらなのでしょうか。
今後の行方に注目が集まります。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ強化、発音強化、翻訳強化、そして会話強化という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。